聖書を朗読いたします。口語訳聖書で読みます。創世記の22章の1節から14節までです。旧約聖書25ページ。これらのことの後、神はアブラハムを試みて彼に言われた。アブラハムよ。彼は言った。ここにおります。神は言われた。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。アブラハムは朝早く起きてロバに鞍を置き、二人の若者とその子イサクとを連れ、また燔祭の焚木を割り、立って神が示されたところに出かけた。三日目にアブラハムは目を上げて、はるかにその場所を見た。そこでアブラハムは若者たちに言った。あなた方はロバと一緒にここにいなさい。私とワラベは向こうへ行って礼拝し、その後あなた方のところに帰ってきます。アブラハムは燔祭の焚き木を取って、その子イサクに負わせ、手に火と刃物等を取って二人一緒に行った。やがてイサクは父アブラハムに言った。父よ。彼は答えた。子よ、私はここにいます。イサクは言った。火と焚き木とはありますが、燔祭の子羊はどこにありますか。アブラハムは言った。子よ、神自ら燔祭の子羊を備えてくださるであろう。こうして二人は一緒に行った。彼らが神の示された場所に来たとき、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、その子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムが手を差し伸べ、刃物を取ってその子を殺そうとしたとき、主の使いが天から彼を呼んで言った。アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えてた。はい、ここにおります。御使いが言った。わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子さえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。この時アブラハムが目を上げてみると、後ろに角をやぶにかけている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を捕らえ、それをその子の代わりに燔祭として捧げた。そこでアブラハムはそのところの名をアドナイエレと呼んだ。これにより人々は今日もなお主の山に備えありという。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊き主の皆をあがめます。私たちの罪のために十字架で死に、死んでよみがえられ、今も生きておられ、私たちのために取りなし、私たちを導き、またこの世界をご支配してくださっているイエス様を賛美いたします。主イエスを信じる者と共にいてくださる聖霊を感謝いたします。聖霊に導かれ、支えられ、助けられて人生を歩むことができますことを感謝いたします。5月第一主日礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。新型コロナウイルス感染によりまして、集まって礼拝を守ることが困難になっておりますが、あなたが一人一人今日も礼拝に招いてくださり、そのところどころで礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。一日も早く集まることのできる礼拝が再開できるように、主よ、どうぞあなたが道を開いてください。また私たちにも知恵と力を与えてくださるようにお願いいたします。どうか感染して弱っている方の上に
また今医療介護、またいろんなところで戦っている方の上にも主の助けがございますように。また決定しなければならない、そういう政治の世界の方の上にも、どうぞあなたが知恵と力を与えてくださるようにお願いいたします。また私たちもどうぞあなたを信じ、またこのような状況の中にあって地の塩、世の光として主の愛を表していくことができるように強めてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日から3週にわたりまして、礼拝について聖書からメッセージを聞きたいと願っております。今日は今読みました創世記22章から、このアブラハムの生涯から、この試練における礼拝という題で、メッセージをさせていただきます。来週はヨハネによる福音書の4章、あのサマリアの女とイエス様がこの出会った箇所から、礼と誠の礼拝という題で、メッセージを取り継ぎます。3回目はヨハネの黙示録22章から新天新地におけるこの永遠の礼拝というメッセージをさせていただきたいと思っております。今日の箇所はこの旧約聖書の最大の人物であり、またイスラエル民族の父祖であるアブラハムの生涯の頂点となるような箇所ですね。一番大事な箇所と言われております。キリスト教史の中で多くの有名な、説教者、また牧師学者の方々が数多くこの箇所から説教されているわけでございます。皆さんもそのような説教を読んだり、また恵まれたりした方が多いのではないかと思いますが、今日はこの箇所から4つのポイントで、この学んでいきたいと思います。1番目は、これはあの礼拝の前提というようなことになるんですけども、神からの試練による信仰の成熟。2番目はここからの礼拝の本質について触れますけども、神の言葉を聞き応答する礼拝。3番目が永遠の神を信じる礼拝。4番目は神に自らを捧げる礼拝というこのポイントでございます。1番目の、神からの試練によるこの信仰の成熟ということでございますが、22章の1節、これらのことの後神はアブラハムを試みて彼に言われた。この試みてという言葉がありますね。試み、今日はこう試練という、題にしましたけれども、試されること、試験されること、誰から、神様から、誰に、アブラハムをということですね。試練とか試験、テストされるというのは、ちょっとこの嫌なイメージがございます。聖書を見ますと、この悪魔からの試みってありますね。あのイエス様が荒野の誘惑の場面で、悪魔がですね、40日40夜断食されたイエス様に、このあなたが神の子であるならこの石をねパンに命じてごらんなさいということですよね。あれはあの悪魔からの試みであります。誘惑とも言えますが、悪魔からの試みはその結果罪になってしまう。悪魔からの試み誘惑で人生を破滅させてしまう、永遠の滅びに向かわせてしまうということですね。もっと身近な
ことから言うならば、人からの試練、試みっていうことがあると思います。もちろん良いこともあると思いますね。広く言うならば、この試験にパスをするということですね。試験に落ちるということも辛い経験でございますが、でも人から試みる、人から何か見られている、人から何かこう上から目線で評価されるっていうのはどうも嫌な面がありますね。卑屈になってしまいます批判されるにしても、またこうおだてられるにしてもですね、どちらにしてもこの人の顔色、人の評価ばかりこの気にしてしまって自分自身を見失ってしまうという悪い面もあると思いますね今日の場合は神様からの試練でございます。22章の一節ですね。神はアブラハムを試みて彼に言われた新約聖書ヘブル人の手紙の12章の5節から11節には、神様の試練、口語訳では訓練という言葉になっておりますけれども、神様の訓練、主の訓練を軽んじてはいけないとあるんですね。主の訓練を耐え忍びなさい。人間の父親も子供のことを思って訓練するだろうと。しかし魂の父、神様のことでありますが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうなさるのであると言っています。そして最後は平安な義を結ぶようになる。テストされる、試験されるというのは、なんかちょっとこう嫌だな、パスしたいな。でも神様の試練はパスする必要はございません。ここにあるように、私たちが神様の清さに預からせるためですね、そして平安な義を結ばせるようになる、つまり信仰が成熟していく、人格的にも成熟していくということでありますね。ちょうどアブラハムがこの生涯の一番大事な時に、この神様からの試み、試験ですね、試練を受けているということになります。その時に、このどういう試験かというと、この一人子イサクを、この犯罪として捧げなさいということですね。犯罪というのは神様に対する感謝の捧げ物を表しております。旧約聖書ではレビ記に書かれておりますけれども、レビ記というのはこのアブラハムの時代の後、このモーセの時代ですから、規定として整っているわけですね。でもここの犯罪というのはもっと素朴な、神様への感謝、それも動物をですね、この火で焼いて、それで全部捧げるということを表しているわけですね。神様はじゃあイサクを殺して捧げなさい。いや、すごい残酷な神様かな。実は異教の神にはそういう儀式があるんですね。イスラエル民族が入っていたカナンの地にも、そのような自分の子供を実際殺して捧げるという残酷な儀式があったわけでございます。聖書はそのことを禁じている。イスラエルの神ですね、イスラエルの信じていた、アブラハムの信じていた神様は、そのことは偶像礼拝だから禁止だというわけです。だったらなんでここで神様はそのイサクを捧げなさい。神様は決して子供の命を欲しいわけではないんですね。さっき申し上げたように、この試みる、試験をした。でそれは何かというと、五節です。今日の中心聖句でありますが、そこでアブラハムは若者に言った、あなた方はロバと一緒にここになさい、
私とわらべとは向こうに行って礼拝し、その後あなた方のところに帰ってきます。アブラハムは子供を、殺して捧げに行きますよと言ったんではなくて、礼拝を捧げに行くと言ったわけですね。これは聖書の中で礼拝という言葉が一番最初に出てくる箇所でございます。もちろんその前に礼拝はなかったというわけではありません。でもここで礼拝とは何かということがやっぱりはっきりと明確に出ているということが言えるのではないかと思いますね。神様からの試練、神様からのテストというのは礼拝だったということであります。そしてこの礼拝の中にこのあと、2番目3番目4番目のポイントでありますが、この礼拝の本質を私たちは、見ることができるということでありますね。で、2番目のポイント、それは礼拝、神の言葉を聞き応答する礼拝ということであります。22章の一節もう一度読みますけれども、これらのことの後、神はアブラハムを試みて彼に言われた。アブラハムよ、神は言った、ここにおります。アブラハムよ、彼は言った、ここにおります。打てば響くという言葉がありますが、神様がアブラハムよと個人的に呼んで、ちょっと彼も即座に答えてますね。で、このことがもっと決定的なのは、いよいよこの、息子イサクをですね、祭壇の上に乗せて、そしてこの刃物を取って殺そうとした時、まさに10節ですね。そしてアブラハムが手を差し伸べ刃物を取ってその子を殺そうとした時、主の使いが天から彼を呼んで言った。アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えた。はい、ここにおります。これそうですね。ここは2回呼んでますよね。アブラハムよ、アブラハムよ。そして即座に彼は、はい、ここにおります。もしこれがですね、即座に答えるのが遅かったら、彼は本当にこのイサクを殺してたわけですね。もうすぐ答えてる。神様は個人的にアブラハムに語りかけ、そしてアブラハムも個人的に答えてる。これが礼拝でございます。今私たちはいろんな困難の中で一緒に礼拝を守ることが難しくなっております。知恵を出して、そして段階的にですね、一緒に集まるということをしていきたいと思います。早くその日が来ることを願っております。今は家族だけで少人数でということだと思いますね。でも私たちは大きな礼拝ですね、たくさんの人が集まる礼拝、そして1週間ごとに、本当に親しい方々と一緒の礼拝も本当に感謝です。本当に感謝です。でもそのような素晴らしい礼拝をもう一度捧げたい中にも、今日の箇所ですね、礼拝というのは神様の言葉を個人的に聞いて個人的にお答えするっていう、ここがですね、やはり大きな礼拝であろうと、一緒に集まろうと、また一人であろうと、これが大切なんだということをここから確認することができます。今いろんな情報がテレビやネットやまた新聞などで流れていますね。もちろんコロナ関連でございます。詳しいことはこのような場で申し上げる必要もないと思いますが、そういう情報の中で何が正しいのかということもなかなか分かりづらい中で、またフェイクニュースもある中で、もう情報にも私たちはもう囲まれてですね、ヘトヘトになっている中で、今日確認したいことは、神様の言葉を聞いているだろうか。旧約聖書にアモス書8章11節の中に、今は御言葉の飢饉だという言葉があるんですね。主なる神は言われる、
見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのではない、主の言葉を聞くことの飢饉である。主の言葉を聞くことの飢饉、何が乏しいのか、何がないのか、食料がない、何がない、トイレットペーパーがない、もうそれも大事なことですけども、いろんなことでも心騒いで、主の御言葉をそれも個人的にきちっと聞くということが失われてとするならば、私たちはどのような環境の中で礼拝を守ったとしても、やっぱり礼拝の本質がやはりこう崩れているということが言えるわけですね。イエス様も耳のある者は聞くがよいと7回おっしゃいました。まあ、福音書の中に7回出てくるんですね。またヨハネの黙示録の中にも8回この耳のある者は聞くがよいという言葉があります。まあ、耳はあるわけですね、ちゃんと聞いてる。でも聞いてんだけども、音として聞いてるのか、本当に主の言葉として個人的にきちっと心の中に聞いてるのか、本当にバタバタ忙しい、また本当に心配事多いですよね。それでどうも個人的に聞くということが、まあやはりこうおろそかになりやすいということを私たちはやっぱりこう注意しなきゃいけません。かつて本田浩二先生がこう言われました。まあ、たくさんの地域の教会に、また講演会、また公民館などですね、もう本当にたくさんの方にイエス様のことをお話をした、本田浩二先生のお話ですから、もちろん福音のこと、イエス様のこと、救いのこと、罪の悔い改め、もうきちっと語るんですけども、でもそれだけじゃなくて面白いんですね。すごいもうユーモアもあって、もう聞き応えもあるし、もうある意味はもう楽しくなるっていうのは、そういう中でまあこうイエス様を信じるということがこう起こったわけでございますけども、これ本田浩二先生がおっしゃってました。あるところで先生も終わってですね、皆さんにご挨拶をし、そして個人的に話した時に、今日よくいらっしゃいましたね、おばあちゃんが、いや先生も本当に今日の話は自分のあのですね嫁にぴったりだったんですよ、嫁が聞いてくれたらよかったのにっていう話なんですね。次の日、今度は、ですねお嫁さんが来た。どうでしたか。いや先生、今日の話はあのお姑さん、義理のお母さんに聞かせたかったんですよ、今日の話本当にあのお母さんにっていう話ですね。これは笑えない話でございまして、私たちも あの人に聞かせたらよかったな、あの人にですねちょっと聞いて少しは反省してもらったらとか、変わってもらったらと、もちろん悪いことじゃないと思いますけども、でも大事なのは自分自身がこう抜けてるということですね。これは本当に牧師である私もありがちでおります。もしそうであるならば、もう礼拝ではない。また私たちは、自分のお願い事が先になっちゃうんですね。でお願い事が終わったらさっさと終わってしまう。あ、神様大変です、助けてください、今そういう時期でございますよね。自分のこれが大変です、自分のこれが心配です、神様私はこうなってこうなってこうなったらいいと思うんですよ、神様なんとか協力して、神様助けてくださいよ、お願いしますよって言って、一方的にわーっとですねお話しして、あ、神様さよならってなってしまわないか。アブラハムのようにどういう状況の中でも神様がアブラハムよ、アブラハムよ、何々よ、何々よってですね、もう個人的にね名前を呼んで、呼びかけてくださっている。私は小岩と言いますが、小岩よ、小岩よって呼びかけてくださっているわけですから、アブラハムのようにここにおります、私はここにいます、ちゃんと聞いてます、ちょっとそういうものを脇に置いて、神様とにかくあなたが何を私に今日語ってくださるんでしょうか、聖書の言葉を通して私に何を語ってくださるんでしょうか、ということではないか。これが礼拝である。2番目、この3番目ですか、それは
永遠の神を信じる礼拝、礼拝というのは永遠の神を信じているんだ。実は今日読みました22章の1節のですね、前の21章の最後の方、33節から読みますと、アブラハムはベールシバに一本の行流の木を植え、そのところで永遠の神、主の名を呼んだ。ここですね。永遠の神、主の名を呼んだとあります。神様のことを永遠の神と言っています。神様が永遠ってこの時に初めて分かったのか。そうでもないと思うんですね。でもこのところで彼はそのことにある意味では本当に目が開かれた。ああそうなんだ、神様ってこういうお方なんだってぐっと心の中に入った、分かったということだと思うんですね。これは対人関係でもそうですよね。接している人、あ、この人はこういう人なんだってこうどんと分かる時がありますよね。まあ良くも悪くもそうだと思うんですね。神様が永遠の神であるということが分かった。ということはこの礼拝っていうのは永遠の神を信じる信仰だということになるわけです。アブラハムの生涯の後半であります。私たち信仰者は、クリスチャンは、イエス様を信じ、神様を信じてから神様に対する理解が深まる、もちろん教理的に深まる、経験的に深まる、で何よりも個人的に深まっていく、まあちょっと人間的な表現ですけども、神様とのお付き合いの中で良い時もあるし悪い時もあるし、私にとってですね、苦しい時もあるし辛い時もあるし、いろんなことの中に何を経験していくのか、神様が分かってくるということをこのアブラハムの生涯から私たちは学び取ることができるわけですね。そしてこの新型コロナウイルスの感染も、ただ大変だとか大変だったとかですね、なかなか解決しないということもあるでしょう、先も見えませんけれども、ここでやはりアブラハムと同じように神様との関係が深まってくるということが大切ではないかと思うんですね。でこの時に永遠の神というならば、それは死を超えているということであります。なぜアブラハムがイサクを捧げることができたのか。新約聖書ヘブル人の手紙の11章19節には、彼は神が死人の中から人を蘇らせる力があると信じていたからである、信じていたのである、だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたわけであるとあります。ヘブル人の手紙の11章の19節ですね。彼は神様が死人の中から人を蘇らせる力がある。人間には絶対できない。人間はもう死んだらおしまい。でもこの永遠の神は死人を蘇らすことができる。ということはこのイサクはここで死ぬ。死んだとしても神様は生き返らせてくださるということを信じることができたということでありますね。これはヘブル人の手紙に書かれているわけです。永遠の神を礼拝するということであります。私たちにとりましても、主イエス・キリストの十字架と復活によって、死人の中からよみがえる、その信仰を与えられている。よみがえって永遠の御国に入る希望が与えられている。もっと、もっと詰めて言うならば、死で終わりではない。死の先がある。よみがえりがある。永遠の御国がある。それは神様が永遠の神様だからでございます。その神を信じている。いろんな困難もある。いろんな問題もある。この世で苦しむこともある。だけど永遠の神は永遠の御国に最後は私たちを導き入れてくださる。であるならば、この世において、
今現在も神様は決して私たちを見捨てることがない。礼拝というのはこの世のことを超え、地上のことを超えて永遠の神を信じる、永遠の御国を信じる信仰があるから礼拝を捧げる。永遠の神を信じる信仰が私たちを礼拝に導いていくということでありますよね。もしこの世のことだけで終わるとするならば、礼拝は単なるご利益のお願いですよね。神様、なんとかこの世でね、もう辛いことばっかりですので助けてください。もちろん神様は必要なものを与え、また助けてくださるお方ですね。あとは神様、辛いですから少し教会で礼拝でね、宗教的な雰囲気に浸って心を静めてください。確かに心静まりますよね。でもまた現実に帰ったら元の黙阿弥か、そうではないですね。現実の中でバタバタ慌てふためいている時にも神の臨在、神が共にいる、その神は永遠の神だということであります。ですからこの世のこと、一時的なこと、ただ雰囲気に浸ることだけで終わっているのではない。永遠の神を信じる礼拝に私たちも加えられている。で、4番目、それは神に自らを捧げる礼拝であります。神様はアブラハムに、2節、あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。あなたの愛する一人子と言ってますね。で、この後さっき見ました、神様が待ちなさい、アブラハムがここにおりますという時に、御使いは12節、わらべに手をかけてはならない、また何も彼にしてはならない、あなたの子、あなたの一人子さえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知ってたとあります。一人子を惜しまないで捧げることによって神を恐れる。恐れるっていうのは怖くて震えてね、怖い怖いっていう意味じゃないんですね。神様を本当に心から信じる、敬虔な思いで信じるという意味ですね。本当に本当に神様を信頼している、信じているという信じ方でございます。さあ、どこに現れたかというと、一人子を捧げた。それも愛する一人子を捧げた。これはですね、次のページのこの後ですね、神様がアブラハムに祝福を与えるよと言われた、この22章の15節以下の言葉にも出てきます。主の使いは再び天からアブラハムを呼んで言った。主は言われた。私は自分を指して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子をさえ惜しまないので、ありますね、ここにありますね、あなたの一人子をさえ惜しまなかった。大切な、一人子でございます。でもよく考えてみますと、このイサクというのは彼の持ち物、彼の大切な宝のような子、まあ、なんですけども、でもそもそもイサクは神様から与えられた約束の子でございます。老齢になって神様は決して生まれるはずがないのに子供を与えると神様は約束なさった。だけれどもアブラハムは確かに信じたんですけども、妥協してしまって、女奴隷によってイシマエルという子を設けてしまった。で、99歳の時に神様が再度アブラハムに、来年ですね、まあ、近々子供が生まれるということをはっきりと言われた。その時にアブラハムがですね、笑っちゃうわけですね。まあ、笑っちゃうという言い方しましたけども、聖書を読みますと、その時アブラハムはひれ伏して笑い、心の中で言った。100歳の者にどうして子が生まれよう。サラはまた90歳にもなってどうして産むことができようか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシマエルがあなたの前に生きながられますように。もう私100歳ですよ、妻も90歳ですよ、生まれるわけないですよ。で、まあ妥協してね、まあ産んでしまったイシマエルがまあなんとかなりますようにっていうのはこんな感じですよね。ところが神様はノーというわけです。いや、あなたの妻サラ、あなたに男の子を産むでしょう。
名をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立て、後の子孫のために永遠の契約としよう。神様はそのようなアブラハムの不信仰、まあちょっとこう冷ややかというかですね、もう要するに神様はいいんですよっていうのはね、こうなんか拗ねた状態になってますよね。でもそれを打ち消して、いや子供が生まれる。一方的に神様はアブラハムに子供を与えられたということがよくわかります。とするならば、そもそも神様が恵みとして一方的に奇跡的に与えた子でありますから、神様の子なんですよね。ということは、神様の子であるならば、神様にお返しする、神様にお委ねする、まあお返しする、お捧げする、あるいは当然であります。もちろん人間的な情ももう本当にたっぷりあると思うんですよね。でもそもそも神様のもの、あの予部記にもこういう言葉がございます。主は与え、主は取りたもう、主の皆は褒めべきかな。神様が与えてくださった、神様はおとりになった。なぜならば神様のものだからですね。私たちに与えられた大切なもの、ものでありますよね。大切な人、まあ、大切な環境、いろいろあると思います。私はすべて神様が良しとして与えてくださったものと受け取っております。自分が何かした、もちろん努力をしたり一生懸命やったことももちろんあるわけですね。私なりにあるんですけども、でもすべて神様が大きな恵みとして与えてくださったもの、私にとっても身近な一番大切なこう友人、祈りの友、また主にある方々、家族、妻、子供もそうですね。そもそも私が選んで何かしたということはないんですね。もちろん、まあ、そういう部分もなきにしもあらずですけど、でも神様が与えてくださった、そして神様はあなたに委ねます。いやいや、そもそも自分自身がそうですね。自分自身、若い時はあまりそういうことを思いませんでした。でももう人生後半、もうちょっとゴールがだいぶ見えてきたこの年になりますと、やっぱ本当に神様は不思議なように必要なものを私に与えてくださってたんだな、聖書が言うことが、また聖書のそういう信仰者たちが歩んだ道がごくわずかですけども、あ、そうなんだと思えるようになってきました。まあ、これ本当に幸せなことだなと思っております。いろいろ私たちは大変な中にありますけれども、自らを神様に捧げる、神様に明け渡す、神様に委ねる、これが神様への礼拝なんだ。それがこのアブラハムが神様に捧げた礼拝、それも具体的に、頭の中で、また気持ちで、言葉だけではなくて実際イサクを神様にお捧げしようとしたわけですね。その信仰を神様は確認なさったということでございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、今私たちは集まって礼拝を守ることが困難になっております。主よ、一日も早く主にある方々、兄弟姉妹、また主を求める方々が集まりまして礼拝を捧げることができますように。また今日礼拝の本質をアブラハムの礼拝から確認することができてありがとうございます。神の言葉を聞き、そしてしっかりと個人的に神様に応答する礼拝を捧げることができますことを感謝します。この世のことを超えて、
永遠の神を信じ、私たちを永遠の御国に導いてくださる神様に希望を置いて、そして永遠につながる礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。また何よりも自分自身を神様に委ね明け渡して、本当に真心からの礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。こんなものですけども、神様あなたにお委ねしお捧げいたします。どうぞあなたがこれから私たちをどうぞ用いてくださるようにお願いいたします。また礼拝を捧げることから派遣されまして、私たちはこの世にあって、このような困難な状況の中で地の塩、世の光として、どうぞあなたを表すことのできるような証ができるように、主を私たちを整えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。